こんにちは、ひとひかりです。今日はね、ハローワーク行って、買い物して帰ってきました。ハローワークはね、特に何もせず、ちょっと話したってくらいでね、いつも通りなんですけど、病院に行きましたね。そういえば花粉症の薬2000円ぐらいかかって、3000円か、診察料含めて3000円ぐらいかかって、このね、いつもと同じ薬をもらってきましたって感じですね。でね、ダイソー行って、ハムちゃんのね、ご飯、おやつを買ってきましたね。ダイソー100円で売ってるんでね、ありがたいんですけど、なんかペレットとかも売ってるらしくて、僕が行ってる地域ではそういうの売ってないんでね、見つけたら買おうと思ってるんですけど、なかなか見つけられず。この野菜の、なんかささみのやつ、チップスですね。でね、ハンドスピナー買ってきましたね、セリアで。僕、ハンドスピナーね、めちゃめちゃ流行った、5、6年 ?8 年ぐらい前流行ったじゃないですか。その時めっちゃやってたんですよ。で、また欲しいなと思って探したら、セリアに普通に売ってて、これ、なんかしょぼい。チャチーけどね、昔持ってたやつよりすごいチャチーんだけど、手癖が悪いんでね、こうやって遊ぼうと思いますね。回して、なんか微妙だな、でもしょぼい。いいや、楽しい。3月なんでね、街には春休みのね、学生とか若者がいっぱいいて、ちょっとおじさんが一人でいるのはなんか心が、ギュッてなるんですけど、しかもフリーターでね。で、あと契約が3月末なので、4月からまた無職に戻っちゃうんですよね。だから仕事もいっぱい探しててっていうのを、またおいおい話そうと思うんですけど、それは。そういうのもあって、なんか結構ダイソーとかね、そういう量販店とかで新人さんが研修中みたいな感じでね、若い女の子、高校生か大学生かちょっと見分けつかないんだけど、もう年取っちゃって僕が昔は分かったと思うんだけど、だから若い女の子がね、なんか指導を受けてて、ちょっとね、頑張ってる姿を見ると、僕はダメな人間なんだっていうのをね、また改めて思うんですけど、それ見てね、僕も頑張ろうなんて思えればいいんだけどね。一つ思い出したのが、なんか期待するからなんか指導してみたいなことを昔言われた記憶がありますね。期待するからなんか結構頑張って怒って、教えるんだよみたいに言われて、そうですか、ありがとうございますって言って、もう次の日には、人間期待するから良くないんだ、そうですよねみたいな感じで、もうその期待というかね、僕はもう戦力外通告されたんですけど期待するのがいけないんだ、期待する方が悪いんだとか、なんかその人たちが言ってて、僕はもうなんか失望させたんだと思ってね、がっかりさせちゃったと思ったのにがっかりする、自分の能力のなさにがっかりするって感じでね、それを目の前で言われるんですよね。期待する方が悪いから期待しない方がいいですよねみたいな感じそれを結構傷ついたのを思い出しましたね。25ぐらいかな、その時。そういうのを思い出して、だから今年のね、3月から、バイトしてる人とかね、そういうのを見ると、頑張ってくださいって思います。伝わるかな?伝わってないか。今日はね、ハンドスピナー変えたんで、ちょっと良かったですね。無駄遣いだけど。欲を言えばもうちょっといいやつが欲しかったです。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。